尻はサモアのサバイイ島南部にある村。尻は島の内陸部に位置している。これは他のサモアの集落が海沿いに位置している点とは異なる特徴である。村はパラウリ行政区に位置している。尻の人々は生活のほとんどを自給自足の農業で賄っている。海岸から離れた位置にあることから、漁業が村の経済に与えている影響は最小限となっている。 サモアにおいては多くの天然手芸や土地に関して村の共有財産として扱われている。村を流れる尻川についても同様で伝統的に村が所有する土地の一つとみなされている。この川は尻の人々に対して文化的かつ歴史的に重要な意義を保持している。伝統的な知識とその保全は村の運営における重要な要素となっている。 すべての作物に対して有機農業が営まわれており農薬や化学物質の使用は禁止されている。2004年サモア政府は尻の村内に水力発電所を建設する計画を構想したが村は環境や文化的要因を理由としてこれを拒否した。この水力発電計画はアジア開発銀行の経済的援助によるものであり。 アジア開発銀行はサモア政府及びサモア政府の電力公社を支援していた。サモア政府らはこの計画について再生可能エネルギーに対して優先度の高い投資を行うためのプロジェクトと位置づけていた。アジア開発銀行は2003年に水力発電計画に対して約30万ベイドルを拠出していた。村の主張はこの計画について 水を汚染し、環境を台無しにするものと主張した。ありがとうございます。